男なら丼飯なのだ。まあ一郎ったら本散らかして少しは片付けたらどう？できる男はそんな小さなことにこだわらないのさ。ふうふうふう。はあ、できる男？二人ともそーっと運んでおくれよ。リサイクルに出すんだからね。重い、いらない食器ってこんなにあったんだ。僕手伝うよ。ありがとう。でも重いよ。大丈夫さ、困ってる人を助けるのが男の中の男ってもんだからね。ははは、この漫画の真似か。僕も読んだよ。これに出てくる人みんなかっこいいんだよね。お兄ちゃん何度も読んでるのよ。強くて優しくて最高なんだ。どんぶり虫をガバーって。そういう人に憧れてるのね、一郎。あたしゃ応援するよ。男の中の男になれるようにね。わしもするぞ。だから晩飯はガバーっとどんぶり飯よろぴく。それじゃあ一味違うどんぶり作って一郎にエールを送るわね。マグロの黄身和え丼よ。まずはタレ、みりん、お酒、醤油を1対1対3の割合で混ぜ1分ほど煮立てるの。冷ましてから卵黄をまんべんなく混ぜ合わせるのよ。どんぶりにご飯を入れて海苔を敷き、マグロのお刺身をのせたらタレをかけるの。浅漬けを散らせば彩りも綺麗よ。やった、どんぶり飯だ。美味しそう。お兄ちゃん、男の中の男を目指すならこのわしの豪快な食いっぷり真似するといいぞ。おいおい、どんぶり飯食うだけが男ってわけじゃないぞ。知力や体力も大事なんだから。そうよ、お部屋の片付けもね、一郎。わかったよ、ママ。じゃあ体力作りジョギングでも始めたらどうだい、お兄ちゃん。うん、よし、明日からやるぞ。その息その息、わしも一緒に頑張るぞ。昨夜漫画読み直したら遅くなっちゃって、明日からにしない？なぬ、お兄ちゃん頑張らないとママもうどんぶり飯作ってくれんぞ。目指せ、どんぶり朝飯だ。男の中の男を目指すのって大変だ。頑張るぞ。次回もお楽しみにね。